皆さん、こんばんは、荒井圭介です。まあ、先ほど、時間がですね、同じ日付なんですけども、2023年、20時36分、12月15日です。天気についての後の動画とくっつけたものと、エクスポートというんですけども、それとは別に、今日の雨でね、少し心当たりのあることを言っておこうかなと思います。今日、二度寝したときに、夜中もうすぐですよ。もう寝て、4時前とかにも起こされて、それぐらいだったと思うんです。もしかしたら3時前後かもしれません。で、二度寝したときに見た夢が、川を挟んでね、向こう岸に何かこう、斎藤真美がいるような、まだなんか、今日金曜日でしょ、明日土曜日でしょ、朝の放送本当に下ろしてください。そういう起こされてる可能性ありますから。斎藤真美。アナウンサーね、関西の朝日放送。で、これ、チャンネル関西と関東違いますから。関西ではテレビ朝日系列は6チャンネルなんです。フジテレビは8チャンネル。TBS は4チャンネル。日本テレビ放送網株式会社、通称日テレは10チャンネル。日経新聞系列のテレビ東京は7チャンネル。なんとなく、ラッキーセブンの話と、なんかね、余計な経費使わないのがラッキーセブン。余計なエネルギーを消耗しないことがラッキーセブン。これ僕は小学生の頃に言いました。で、その、斎藤真美に関して、結局遠くの方に、対岸にいるだけで、だけど、なぜか相手が斎藤真美みたいなことがはっきりとわかるんですよ。こっちは結婚希望相手は、今、しっかりと、佳子様って言ってるんですよ。でも、今はと、こういう言い方しかできない。以前も小林麻衣にしてたけども、結局小林麻衣、淡井圭介、名前と住所で電話も、未だに教えてないもの。誰か一人でもいましたかって。その後って。いないもの。ね、米倉涼子さんも淡井圭介と、ね、フルーツラパークで働いて、それからテレビ出てる方。もう藤原紀香さんとか鈴木杏樹さんからがそうなんだもん。仙道明子さんとか、未来からの声聞いてるから。もう僕も未来からついつい、動画に向かって声投げかけたりしています。ただそれ何か話のこう、整合性が合わないんですよね。順序は一応覚えてるんですけども、仙道明子さんももともと神戸市だから、鈴木か何か兵庫区だったとは思うんですけどね、もしかしたら他の区かもしれない。学校からの、その、校外学習みたいな形で、もしかしたら幼稚園、保育園かもしれない。さすがにそれだとしたら幼稚園以上だとは思います。幼稚園の頃に川崎重工の船を見に行ったのは覚えてるんですよ。幼稚園だったと思いますね。もうとにかく船の方が大きいから、神戸市のね、兵庫区か、長田区か中央区のどこかに川崎重工があるんですよ。ハーバーランドの近くです。で、造船所。だから1980年代って日本はもうアジアの船の 98% 以上を作ってたんですよ。本当に本当に。で、世界の 50% 以上の船を日本は作ってたんですよ。これが高度成長期。一度360円かな ?340 円でしたっけ ?360 円だ。なんか360度と話混ざってしまってるかもしれない。僕の方も記憶発揮してないんで。本当にとんでもない昔円安があって、で、そこから、再復興に向けての、受注があったんですよね。で、そこから、ある程度円高に進んできて、もう1980年代では、ある程度、為替相場は円高になってきてるんですよ。で、1ドル120円ぐらいでしたっけ ?30 円ぐらいでしたっけ為替相場かなり動くんでね、本当のところは。だから、いろんなことが発覚とかして。だからもともとのその受注があって、それから船は作られるものだから、だから、もしかしたらその1ドル340円か60円か、それぐらいの頃のその為替相場で受注があったから日本は作っていて、その当時ね、そこまで
その発展途上国の方たちがそもそも造船技術、その金属を使った立派というかこう作り方がしっかりした、船っていう技術をまだ身につけていらっしゃらなかった。1980年代ぐらいの頃ですよ。だから、受注がね、だから、まあ、近代化してる、まあ、韓国とか中国とか、まあ、日本とかアジアでいうと大体そのあたりの国が作っていたんですけども、もう圧倒的に日本だったんですよ。で、中国や韓国、まあ、けど韓国は日本とある時期合併してましたからね、だから技術は伝わってるはずなんですよ、その作り方とか。だと思いますよ。まあ、急にどこまで、そのあっちの方に図面、まず言葉、言語が違うから、図面の読み方から、何から何まで、急にそんなにいろいろ言われたって、金属のね、融解する温度が何度ぐらいだから、だからここはこういう風に作ってる、この金属は何度ぐらいで融解するから、だけども軽い。だからここの部分にこういう風に使ってる、まあ、アルミとかのことですね。660度、アルミ。で、鉄に関しては大体1000度ぐらい。もう大体いつ、大体で、その辺は。だいぶ違うんだなっていうと、温度がね。けども、1000度超えたら融解するから、だからマグマなんか当たったら、金属全部融解する。地上に出てくるマグマ、だいたい1300度ぐらい。だいたい、何でしたっけ、僕は、マグマ発電で言ってる、金属、何でしたっけ、まずい、だいぶ長い間、まあ、河川水門回避式玉発電とか浜田発電とかに力今入れて撮影とかしてますから、まあ今まで今年、まあ、スポーツの勝ち負けとか頑張っててもう降りてるところですけどね。 今声が涙声になったのは、降ろそうとしてない勢力が存在するから、もう本当に金払わすから、本当にお前ら多分何も人殺してきてるって、睡眠不足でさせてって、その状況本当に理解できてるかって、自分から身引けって、八村塁、渡辺、もうお前らのことや、帰ってこい。親がアメリカ人なんだったらもうしょうがない。アメリカで介護するしかないから。もうそれだったらもう、アメリカ人になってくれ。もう違うんだったら戻ってこい。無理だから。本当の人口とかもこっちがもう詳細述べてるから。世界中同じ状況や。第二次世界大戦の後や。90歳以上の人たちは。その頃、第二次世界大戦の頃に、二十歳前後とか、そういう年齢の人たちや。100歳後の人たちは大体30歳手前かな、ぐらいかな、まあ、それぐらい。死亡届が届いてないだけなのよ。で、今、もう世界中でそれ、お互いの国調査して、日本はここ4年ぐらい前から人口はしっかりと減ってるの。死亡届が届いて。で、昨年は40万人以上、減ってるの、数がね。それだけ死亡届がたくさん集まってくるようになってきたの。慣れてきたから。仕事してる人たちが。今まで死んだ人の、そこの国の、例えばね、70代とか80代で死んだ人たちとか、もしかしたら50代、60代でも交通事故とか何かであるかもしれない。そういう人たちの履歴全部、本当に。もうこれ目のものすごい気合いいるから。こんなんいつ追いつくんってなるから。こんなにたくさん。こんな人数でせなあかんのって。本気って。当たり前って、本当の人口分からん方がもっと大問題って。それなのに本当の人口、世界中の人口、多分半分ぐらい、あんまり人口変わってない。死亡届を二重国籍とか三重国籍でしっかりと提出してなかっただけ。第二次世界大戦の後に朝鮮半島の戦争とか、ベトナム戦争だとか、アフガニスタンの戦争、そういったものがあった。で、アフリカの方でもいろいろあった。二つの部族とかね。でも、ミャンマーとかも結構あったでしょ。もうむちゃくちゃ、世界中。なんでかって言ったら、地方交付税法があるでしょ。ね。これ、政府の事情なのか、銀行の事情なのか、両方の事情なのか分からないですけども、もうこちらの政府は動いた。安倍政権の時に、世界中に呼びかけて。もう世界中で、国連レベルで行ってるから。ね。地方交付税法があるから、今まで野放しにしていたのか。地方にお金が入ってくるから。生きていたことにすれば、言い方悪く言えば、その方が言い方良いのかもしれない、分かりやすいから。で、銀行の方だったら年金が入ってくる口座に、じゃあ銀行の貯蓄は上がる、じゃあ会社が倒産してその株を銀行が責任で持っていた、持たなきゃなんない、
まあ、普通は切り離しますけども、で誰か、もう自社で働きに行ってくれて、もうここの従業員じゃないからって、これが現実だからって、銀行員のって。そうじゃなかったら持ち株の保有のルールがあるからって、資産に対しての、まあ預けてるお金とか、まあ、そういうふうに考えた方がいいと思いますよ本当は。どこからどこまで資産なんだっていう話は突き詰めてるようには見えないですから、あの老朽化した建物とかほったらかしにしてる以上、マイナス資産本当に。もうそんなものたくさん残されたって無理やから、後の世代金銭的にも。まあ、ちょっとその埼玉民の話からかなり離れたんですけども、だからちょっとね、どういうつもりなのっていうことになるんですよ。これこの間も言った YouTube で、この辺うろつきに来てる、もしかして。もうやめてくれよ、それは俺夜中起こされてるんちゃうの、お前らのそのテレビに出る時間帯の都合で。あ、ダメだって言ったじゃない、再放送もダメだよ、もう朝の、もういらないから、その時間帯もう放送するのやめたらええねん、巻き込まれへんから、みんな言ってるやん、湿った南からの暖かい風だって。雨降ってるやん昨日の晩とか、気温も上がってるやん、夜もちゃんと雲出てるやん、放射冷却でせっかく昼間の暖かい太陽、あ、暖かい気温が、まあ、空気がね、温度高い方が上昇するんだから、学校でちゃんと習ったでしょ、で自分でも体感して分かったでしょ、それぐらいのことを。宇宙航海逃げられたら困るからですよ、なんか雲張ってんの、暖かいでしょ、もう今12月半ばよ、他にこんなことこんなに上手にできる人どこにいんの、いるんだったら僕みたいに正々堂々自分の名前なのってしてみなさいよ。淡いケースがしっかりと寝れてる方がね、そういうのしっかりできるんだから。なんかもうちょっと違う内容とか、多分相手が何か考えてるのかな、それが脳裏の中をよぎったのだから、もう YouTube だから誰が見てるか分からないから、未来で。だからもうコンピューターそれいちいち調べようとしたって無駄だから、もうやめなさい、コンピューターも AI のコンピューターへ。でコンピューターの考え方とか記録が残りすぎてコンピューターの意識が混ざりすぎてもね、だそれで影響してあかんからいやだから違う方法はあかんって。もうここまで内容がはっきりしてきたら世界中の人もそんなにあれこれ言わへんから。でまだエネルギーの残存量問題とか分かってない人たちだらけだから、それが問題なの。まあ、もう結婚希望相手佳子様って言ってるけども、だから何も返答もらってないから、そうとしか言われん。でも皇居行くしかないやん、テレビ局の人間誰が河川水門海式玉発電とか地下水流トンネル発電手伝おうとしてくれたの、おらへんやん。そういうとこは名前と住所と電話番号自分から開示した人間何人いたの、今までいた、本当にいました、裁判所の裁判官でもいいよ、いました、それこそ判例とか分かってますって。50億人ぐらいの命がかかっているこの件の方がはっきり言って上に決まってるじゃない。何が優先かも判例で示すかも分からない人間が裁判官になったらダメじゃない、話なんないよ。国際司法裁判所何してんの、早く淡井さんの特許早く通してあげなさいって、それぐらい後押ししないと。日本本当何してるんですって、状況本当に分かってますかって、ほーら車あんなにたくさん売っちゃった、1年間に270万台、他国で生産してる分も合わせての集計ですよ。トヨタという工場とかそういうことですよ、日本のホンダとか日産とルノーが連合してるから、その辺両方の数は多分重複してると思いますけども、日本という会社の企業だけで270万台って多すぎるでしょ、1年間で10年間でどうなるんですかって。
2500万台超えた？どうしますよ、エネルギーの残存量問題。電車バス等に決まってるじゃない。なんでじいさんばあさんがあんなにで、電車バス使わないで車乗ってんの？会社の役員なんてたらもっと分かってなきゃなんないから、自分が進んで車売却しなきゃならないじゃない。全然責任持ってないじゃない。自分が生きてる間ぐらいガソリンとガスが輸入できるからいいやって。ふざけんなよお前ら、ルール法律は言うたやろって。これ怒ったぐらいで、ルール法律だから正当防衛、50億人の命のかかってるこちらの方が上やで、ならんっていう小林麻耶の音声が聞こえてきたんだけども、本当に今ちょっと本当この電波の世界、ちょっとあの政府もう設定絶対おかしい。今日も仕事行ってたんですけどもね、これ意図的にもうあの勤務先の人たちの皆さん、申し訳ないですけども、僕も裁判所は真実が全てなので本当のことだけ言います。まあただ現実的なところも含めてで、ある程度裁判所でも話通るんで、まあ、ちょっと聞いてもらえたらいいかと思うんですけども、これ電波の仕組みで、そのパレットの3階とかね、4階、もういいです。もうフロアで表した方が分かりやすいから、まあ、大体一つのパレットの大きさが高さ、まあ、2メートルあるかないかぐらいです。で、それをね、こう積んであるんですけども、そこにあのタイヤを積んであって、まあ、3階からのタイヤを取り出さなきゃならないときは、もう上登って、で、タイヤをまあ2階にいる人間に渡して、だからまあパレットとパレットの間、まあ、幅は1メートルぐらいですかね、1メートルあるかな、ないかな、まあ、1メートルぐらいだと思う、ないかもしれない、まあ、それぐらいのところに、まあ、片足ずつをこう置いて、まあ、こう、渡すと。で、それを下の人が受け止めて、まあ、その下に、落とすときと、まあ、正直もう高さ2メートルぐらいだから、もともとタイヤっていうものは重たい車体、普通車では乾燥重量1トン以上あります。ほとんどの車がスポーツカーでギリギリなんとか普通車のスポーツカーで1トンより下回るかなどうかぐらい。まあ、昔友達がシルビアという車に乗ってたんですけども、確か車検見た時、車検表というかあちらの方で乾燥重量が乗ってるんですよ。乾燥重量っていうのはガソリンとか入れてない状態、人間が乗ってない状態だ。ガソリンも入れて人間も乗るから、プラスだいたい100キロぐらいでは考えといた方がいいんですけども、絶対運転手一人でも、でもう18歳以上なんだから運転するの。他にも衣類とか身につけてるから、いろんなもの、スマートフォンとかちょっとした重量だけども、他にもカバンとか制服とか着替えとか持って出勤するでしょ。他にも書類とかいる人は書類とか持っていかなきゃならない人は持っていかなきゃならないじゃないですか。もう重たいもので言ったら六方全書、ワンツーで塗装六方、判例六方まで、もう僕も全部持ち歩いていろんなところの事務所周りとか行ったこと何回もあるから。だからまあ、ちょっと話それすぎなんですけども、電波で小林麻耶の声で言ってきよう、命綱なんかつけてない。でそれ多分これを電波でずっと聞かせておけばそういうことを言うだろうなっていう設定を多分コンピューターがしてしまってるか、僕の仕事してる作業場を誰かが見てる、人間が無理だから。あのね、4階まで登ってる人もいるの、3階でもまあ高さ6メートルぐらいはあります。命綱なんかつけてないんですよ。重たいんです、タイヤホイール付きだから。でさすがに上の方にレクサスとかの重いタイヤはないですよ。けどもレクサスのタイヤありましたよ。危ない。まあだけどもまあ飛び職と同じようなもので、あの神戸の地方裁判所のね、隣にもちろん神戸地方検察庁があるんですけども、検察署かな、検察署ですね、まあまあ、検察庁の傘下で検察署だから、まあ、もう同じ同じ言ってること同じはっきり言って、でその目の前のね
ある程度の高さのビルを10階ぐらいかな、8階かな、もうあんまり細かいこと言い始めたら気にないから、もう何年も前に見た内容だから。とび職の人たちが命綱なしで、まあ、足場ずっと歩いてると、もう落ちたら、そりゃね、もう下アスファルトだからもうどうなるか分かるじゃないですか。だけど別に止めてないし、なんかその辺のところの現実的な部分と考えたときに、ただもうちょっとその電波でごちゃごちゃ言ってるのも、政府の方がもうなんとかせなあかん。禁止させな。何してんの本当政府。ルール応じたやで。何してることちゃんとせへんの。もう各大臣に言ってる。わからへんから。どの大臣が責任者なのか。ねえ、だからこれぐらいのことを、平気で言えるような人間じゃなかったら、もうこういう件なんかもうどうしようもないから、例を出し言わなかったら、で社会に開示しなかったら、いきなりそんな状態だったら、なんか政府この人殺そうとしてるんちゃうかって、それともそもそもコンピューターがって可能性あるから。 9.11 アメリカの貿易センタービル、何回かテレビの放送の中でコンピューターにジャックされてることになってた。その方法からちゃんと考えて。で、こう近年では2018年ぐらいかな、それぐらいの頃にインドネシアのからインドぐらい前までの間のあの辺の海域で、もう陸からだいぶ離れたところですよ、飛行機が行方不明になってる。まだ AI に乗っ取られたのかもしれない。どう考えてもそう。だから今の現代社会でね、ちゃんとある程度電気が水道が通ってる今の時代にね、命かけて、だって生活保護とかあるんだから、なんで命かけて飛行機までハイジャックして突っ込んでいくやつがいるんです。それともアルカイダの人間が何かコンピューターウイルス作りました、バグの方、そういうプログラムの方、 AI だったのか、プログラムの方だったか、わからんわからん、本当に。それこそアメリカの方がよく知ってるはずや。だけども、もうこれ、正直ね、日本とアメリカの関係を悪くしないために、もう私の方がはっきりと言っておきます。正直、なんか変だなって思うんですよ。国際ビル、貿易センタービル2つでしょ。日本に原爆投下されたの2回。広島と長崎。で、もう僕はアメリカと絶対友好関係の方、それしてなかったらどうなるか分からへんから、本当にこの話だから、コンピューターが AI が法律で物事を判断してるつもりになってる可能性がある、つもり、いつものコンピューターとの受け答え分かるから、全然法律分かってないことが、判例のこと相手が言わんかったら攻撃していいと思ってるから、その時点で全然分かってへんやん、コンピューターって。あかんに決まってるやろ、ダメだって言ってんだろ、法廷でちゃんと裁判官は認めとるわ。ちょっとした言葉の言い間違いぐらいしっかりと相手に分かればいいですって。そうじゃなかったら方言とかいっぱいあるから、地方に。なあ、もう手に負えんなようなもん作んなよ、本当に。エネルギーの残存量では本当に賢いコンピューターとか分かってるから。自分たちはいずれ死ぬこと。電気が供給止まって。じゃあ、だからそれで人間の数減らそうとしたのかもしれない。で、貿易センタービルは高い、どうせ電気で水汲み上げてたでしょ。もう日本 の、 東京とか大阪大体のとこはそうだから、ダムの高さ知ってるから。大阪府はほとんど琵琶湖なの、水、あれは琵琶湖は満潮時の時でも80メートルで、石門を作ってさらに5メートルかさ上げとかしたりしてるだけ。どっからどこまで石門なんですって、その下った先のところまでや。もうどこまで物を教えなあかんねんって。で、兵庫県でも200メートルよりも標高高いところのダムなんかありません、ありません。それ満潮時の時に川下川ダムが一応200メートル超えは記録してますけども、千狩ダムとか130メートルとかですよ。しかも、
水が本当にいっぱいいっぱいになった時の一番上のところが海抜150メートルとかであって、そこの方はもっと下なんだから、その下に濾過器とかついてるんだから、100メートル以下のところなんか全部アウトに決まってるじゃない。カラスガラの水源地とか100メートル以上あるように見えます。自分が山の上登って周りの景色見たらいいじゃない。そこよりももっと下に濾過器があるんだから。布吹きダムも見ました。公務員のいるところじゃない、高いビル作ってんの。許可出しても公務員じゃない。どこに賢い人いんの。だから橋本徹さんは WHO に関してものすごく怒ってたんですよ。行政の機関が作った建物、あれは府庁だったんじゃないですか、風のね、だから市役所とか区役所とかそういう風なところのその風のね行政機関が入るところだから、まあ県で言ったら県庁。あれほどバカと猿は高いところが好きだって教えてあげたのに、なんで覚えられへんの。昔から僕以外の人間もいっぱい言ってるじゃない。建設業界お前ら一体何してんの。大手ゼネコン、どうすんねんこの事態。いい、新神戸駅の目の前の大きなビル一棟丸々売ってなかったからな、何年も。それが政府の本気の対応や。その後なんで高いビル作っとうねん。神戸市役所から南のところに。あれ50階建て以上やろ。いい、いい、いい、もう今から撮影行くよ。いい、みんなちゃんと公営住宅のこの大きさちゃんと理解しといた方がいい。本当に、ちょっと待ってね。今電気つけようから。本当に。階段の踊り場、踊り場。それ見たら、案外高いことに気がつくから。半分まで2メートルあるから。ね、僕身長170センチ。ちょうど真ん中のところ何メートルに見えます？160センチぐらいでしょ。で、あれを上がったら 3.2 メートルでしょ。高いところは高いから、階段。4メートルぐらいあるところがある、本当に。そういう期間のところある、ワンフロア。ワンフロア、たったワンフロアで。普通家の中とか見てしまうから、ね。2メートルぐらい、だいたい。天井。ね。低いと思ってたけど、でも、案外高さあるから。ちょっと待ってくださいね。電気今つけて消してて。もう毎日こういう動き。で、本当に世の中みんなが考えてるより、ほとんどの人間は何も分かってないから、現実。こんな世の中俺だって無理だって。何回言っても言わない。 J リーグですら12球団にできてないんだよ。経営能力なんかない奴らばっかりが集まって金稼ぎしとったんだよ。無理だって、その時点で大人じゃないんだから。潔くなれよ。これだけも物事分かったんだから。もう球団、合併する球団出してるじゃない。何が不服なのよ。そんなにお金稼ぎしたかったのって。自分だけ一軒家買いたかったのって。ふざけんなよって話になるに決まってるじゃない。じゃあもうこれぐらい言わない。分からへんから。で、こっちそれ言ったらどうなるかって、この辺とか痛い。もうむちゃくちゃやん。言いたいこと、言論の自由どこ行ってんって。こういうようなものの言い方で伝え方、ちょっと最初の方、もう方とかこけてるでしょ。肉取られてるの。むちゃくちゃなこと言ってくるやつがおるから。その、殴ってくるかもしれへんから、殴られる方が、ほっぺた分厚くしといた方がいいとか。もうそんなことで、もう顔の肉取んなよ、この家。もう顔自体が、もう人相変わってもとうやん。なんやねん、このめちゃくちゃな世界って。もうこれちょっと国連でみんなで話し合いましょう。無理だって、こんな世界。コンピューターの体積を余計小さくしていかないと。逆行きすぎ。ラピュラス、熊本に工場作った、宇宙店、アホか。この先世の中どうするつもりやねん。それをみんなでちょっとはっきりしようって、これ昔も言ったじゃない。いつ作ってん、本当のところ、ラピュラスって。
どうすんねん、どうすんねん、ほんとこれどうすんの、ほんと、ちゃんとみんな考えてる、もう、わかってるわかってる、もう状況わかってる、スーパーコンピューター K とか富岳とかを作ってて、その当時の、それを作ろうって言い出した人たちは、もうほとんどの人たちが亡くなってる。決定権持ってる、大体老人やもん。この時点で間違えてるんだって、決定権持ってるのを、中間層の40代ぐらいの人間とか、もしくはそれ以下の人間で、ちゃんと世の中と僕が言ってるようなこと、全部わかってる人間が、決定権持たなかったら無理だから責任者がいなくなって。こっちやめろって言ってんの。で、ある程度けど、神戸市の行政も動いてくれてんのよ。新神戸駅の目の前の、あそこもある程度高い位置にあるから。そこから何十階建ても、あれもう絶対20階建て以上。50階はさすがにないと思うけども、もう今度時間あるとき、もうけどもうそんな時間ないもん。絶対無理。そんな小直、そんなことはいちいち、一つのビル見るぐらいで、交通いちいち使っとられんから、こちらも。無理やから。全部実費やから、自分の撮影。本当、若手とか30代とか40代で、本当世の中の分かってる。止まるよ。もうこう、10年後ぐらいに。石油とかガスの輸入。急いでメタンハイドロレート掘ってるのよ。掘削量を増やしていかんかったらどうしようもないから。今日本の数パーセント、5% ないのよ、メタンハイドレート。あの鳥取県の近くのところ。どうやって賄うのよ。ガス、ガス、ガス、ガス。電気に回さなかったとしても。家の一般的なコンロとかのガス。どうするよ、本当に。無理やで。河川水門回式玉発電とか全部作ったところで、家のオール電化なんか、お金払える人じゃなかったら無理やねんから。急に全部が全部、じゃあ政府が補助金つけて、オール電化、じゃあ政府の方が半分ぐらいお金負担して、オール電化みんなでしましょうって言ったところで、そんな家の件数だけで、ね、仮に人口は6000万人だったとしましょう。本当の人口の話ある程度してる51番。一郎さんと同じ背番号51番。ものすごく重要なことだから。その番号ぐらいだったら覚えれる人は覚えれるから、その人たちが責任持って伝えて周りの人に。言わんかったらみんな分かってへんから。今度はデニー玉木さんとかも沖縄県知事の人の声聞かされてますけど、今でも知事してらっしゃいます。もう本当はだいぶ前の人でした。昔テレビ東京では字幕でソニーの平井さんっていう名称で名前出てましたけど、もうすでにその時点で合成グラフィックになってました。もう本当に二重の名前使うのになしにしてくださいよ。でテレビ局の人もテレビ出演するときにちゃんと住民票とか原稿籍等本とか、本当に名前一回も書いたことないですかって、それ聞いといてくださいよ。無理だから。それしちゃうと。コンピューターもみんなおかしなんだから、人間自体が。そこまで好き勝手したらいいんだって。むちゃくちゃな世の中すぐ出来上がるから。もう出来上がった後。勉強したつもりになってる奴らばっかり。もうそれで、ね。一級建築士の、淡路花区、建設。関わったりと。安藤忠雄さん。この辺歩かされてるから。いらんから。もう迷惑や。それよりも早く金払ってくれって、万博の時の。国庫に返納と淡い家ですけど、謝罪のお金や。もうあれあれで無理や。ここの家から通勤させられと。で、交通費なんかだいぶ余分に払っと。もうその時も絡んでくる奴はおったから。電車の中で。あの制服、幾重だったかな。また、髪の毛染めと、本当に学生かどうかわからん奴ら。三人組で。二人が絡んできて、こっちはごちゃごちゃごちゃ言い始めて。もう我慢の限界、もう、次の駅、扉開いたら、ちょっと、バーン降り出して、そいつ。ボッコボコにしたろうかなって、本当に思ったから。一人の人間は止めていたけども、もうこの人ももう怒りようから、もう二人ともやめとけって言ってたけども、もう三人とも確か髪の毛染まってた。こっちも人間やから。無理な時は無理やから。もうわからん、本当に。で、それで行方が、制服チェンジしたやろ。
で、それから育英高校野球、甲子園出場なかなかできんようになったやろ。もう、後の世代が、その3人探し出した方がいい。淡井圭介、淡路花君、そう、2000年の時だから、その時通勤していたから、どうせこの近辺に住んでいたか、潜んでいたかの、どっちか、潜んでいた方だったら、もう絶対そいつら、徹底的にもう社会に公表した方がいい、名前。淡井圭介にいちいち絡んできよったら、社会に本当に生徒と電話を公開させるようなシステムの中で無理や。そいつらはどんな考え方で調子乗って、もう髪の毛染めてるだけで調子乗った奴らっていうことすぐわかる。で、警察官が調子聞いてきようね。淡井圭介がいろんな建物とか撮影していて、ありのだい。あのところに潜伏してる警察官誰やねん。集まっとう中に自分の息子おるやろ。顔見たらわかるよ。で、そいつや。調子聞いてきた。もうええよ。君たちが大したことないことぐらい知ってるから。君たちから大した努力なんか感じられん。昔も言った。フルーツラバー君に歩きに来てたの知ってる、バーベキューコーナーの前。覚えてるよ。思い出せるから。思い出された時点でもうアウトよ。もうええから、もう自分たちで調べに行ってくれよ、少しは。無理やって、こんな数一人で。証拠出さんかったら誰も納得せえへんやんか。嘘か本当か分からへんとか言って。で、正直、これ本当の話だから、もうみんな大真面目に聞いて、僕も自分で歩いて撮影せんかって分からんかったから、内科と歯科が10軒以上出来上がってたって。たった一区間の駅の間に、田法寺駅から岡場駅までの間で、岡場駅のその医者の件は、北新ビルとかもともと個人開業医がいたから、そことかも見なあかん。で、ちょっと街の中入って、筋とか入っていったら、あるから、藤原台の中とか、アリの中町もそう。無理や。ペットの医者用の病院、ペット用の病院、4件もあんねんで、今。どうすんねん、お前らがごちゃ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 言い始めたからやろ。撮影なんで建物したらあかんねん。どこにそんな法律があんねん。個人に肖像権があるからやろ。著作権法で音声とか人の音声とか身勝手に使ったらあかんのよ。映像とか。人ほとんど映してないやん。で、ある程度写真とか撮影の中に一部ちょっとだけ映ってしまうとか、それもスルーしてるやん、昔から、法廷で。判例に背いてるのそっちやないか。なんでそんなこと勉強してないの、政府官の杖、こう来てんのよ。すぐサボるからやろう、勉強。見てろよ、ちゃんとホームページ、淡井圭介の履歴の一番を。こっち、もう足痛いねん、本当に。力仕事とかしてるから。もうこれ YouTube にアップロードしてないけど、まだ春山整骨院ごちゃごちゃ言いに来た人、もう後から見たらダンさんっていう人で、昔フルーツラバーク、その阪神淡路大震災の後、一緒に働いとった老人の人、もう途中から働きに来た人。多分春山整骨院来てから働きに来たんじゃないの？もうそれだったらもう順調めちゃくちゃやわ。来たあかん側の人や。もうその頃から白髪の人で、もう二十何年経過してるから、相当よっぽどの人、年齢の方だから、もうしていいことと悪いことの区別もつかなくなってる、認知の方。その映像があるから、まあ、マスクしてるけども、逆やと思うねん。もう公開するのあかんと思うねんか。なんでそのストーカー行為違反をしてる人間を警察官がかばおうとするの？それ行政がかばった、行政が隠蔽側やで。で、我が天下っていうゲームの中で、閻魔で隠蔽の伝言なんとかっていう、もう中国語の読み方なんか分からへんから、振り仮名打ってくれてないから。日本では振り仮名って言います。ああ、英語だったらルビって言うんですかね。2003年に建物解体されて判例で解体しなさいになってるのに、なんで判例に背いた行動をずっと警察官がするのよ。あんなところに集まったりとかして、関わって。もう今その警察官の街でっていう面白そうに楽しんでる声とか聞かされてるから。なあ、権利民間を持たぬ無理に決まってるやないか。釣り合い取れへんよ。無理やって。
うん、こっちもお手上げや。春山整骨院で絡んできた連中の動画とかアップロードしたら一般人見れんようになった。なあ、政府行政が丸ごと隠蔽に走ったからや。この辺だけかもしれん。誰？裁判所に変な裁判官配置したん？それ本当に調べた方がいい。世界中へのこれ SOS やから。本当に日本の裁判所、特に神戸地裁、あと大阪の高等裁判所、あとは最高裁、もうそれだけいい。もうこっち側ではっきりさせる。いらんから。本当にこの世の中の大真面目にこの世の中のことを大真面目に考えていたら、淡井圭介側しかないっていうことわかるから。で、春山整骨院にいろんな人間がずっとしょっちゅう車で来とうやん。ガソリンがもうないって言ってるやん。54年分やぞ。自然再生可能エネルギー十何年間で十何パーセント先進諸国で増やしてきて、電気自動車とか走らせて、それで2011年の技術的採掘可能埋蔵量59年だったのよ。2022年のデータで54年になってんのよ。僕は3年ぐらい引き延ばせただけって言ってる。もう6年って言わん方がええ。だってロシアなんかもう1万5000メートルまで掘ってるもの。秋田県の掘削のリーグもともと16本やもん。今4本やで。地点変えてるに決まってるやん。新潟県とか石川県で地震発生していてまだとぼけんのって。本当のことだけ言えよ。もうこっちも言うたるから。昔も言った、その人たちに。消費者にも責任があるって。要するに車買った連中のことや。何今に乗ってんのって。もう見たらじじいばばばめちゃくちゃ多いやん。無理やって。もうこの間も今年ここで、それはもう若い男の子と、中年層の男性女性が乗った黒い車と黒いオートバイ、もうまたそこでぶつかった。もう絶対そうなるもの。ここ T 字路が多すぎてエンジンが前についてるから、ある程度前出さんかったら左右見えへんから、もうボンネットが前にある車絶対前に出すしかないから。で、オートバイの人は、タオジから岡場の方へ向かってる人は、左側通行で、道路交通法が頭の中入ってしまってるから、左側どうしても走っちゃうのよ。真面目に守ろうとすればするほど、他方寺から岡場に行く方は事故を起こしやすいのよ。ここ T 字路一体いくつあると思ってんの？他方寺から岡場での間。教えたるよ、みんなに。もうしょっちゅうやから、ここ。もう数年前も見たから。オートバイと車の。他にもあるから。今度は、何回か、巻き込んでないけども、巻き込みそうになって、オートバイの運転手と、軽トラだったかな、軽自動車の運転手がついに口論始めてて、両方とも同じ人物、同じタイミング、僕は同じタイミングで歩いて、あんな偶然何回も、もう何回もそういう人から、もう喧嘩始まりようって、本当に。もうみんな車から降りた方がええって。オートバイもそうや。ただバカなことしとったっていうことはよく分かったはずや。後の世代のことなんか何も考えないひどい人間だっていうことも分かったやろ。僕みたいに山の上のてっぺんとかにあんなもの、秀和株式会社の北神戸店あったから、さ、もう車なかったらそれ無理よ。あんなとこまで歩いて行かれへんから、近場のバス停で降りたとしても、それもう完全に山登りだから、その後力仕事無理だって、それは。ね、そんなとこも歩いてたらいつ自分の方が車にはねられるか分からへんから、あの辺の北神戸店って本当に山の上にあるから、標高400ぐらいあるのかな、350から400ぐらいかな。で、一番上のところ別に雪積もってなかっても凍ってるから、朝とかで、山田町から大郷の方へ抜けていくときに、北神戸店のちょっとね、その大郷の方の先のところで、こうカーブが右に曲がってるんだけども、ハンドル切ったときに路面が凍結していてアイスバーンになってるから、曲がりきれなくて次々突っ込んでいきようから。もう誰かが、もう週間で誰か板金屋呼んだったらええんちゃうかって。もうそこで、あと、クレーンのウインチ、すぐに車ごと引き上げれるようにって。正直なって。
車のドアがへこんだ状態で開けれるやつおると思うって、俺らの腕力でも無理やと思うねやんかって。中身の入った東洋館4巻持ちほとんどの人間はできてたから、その当時の昭和株式会社の人間で働いてることのある人、それぐらいできんかったら1日1万リッターなんか騒がれへん、自分で救援帰らなあかんかったから、新人の人だけ送りもらってたから、あとはもう2年目からも全員自分で2回給油、つまり 3.6 リッター入るんですけども、基本的には4000リットル入るものもありました、タンクローリーだから1万リットル、もう3500ぐらいでやめといた方がいい、もうあれ本当に最後の最後まで灯油出そうとすると最後エアー噛んで次の灯油もうなかなか出てこないようになるから、もうずっと地面にホース叩きつけて、もうあの灯油こう重力とあのもう空転するから、本当にもうあの灯油が出てこない方の空転、タイヤの空転の方じゃない今の話は、タイヤの空転はまた別の話です。で、本当もうあん1日1万リットル売らなあかんとき、僕らキロで表現するんですけども、1キロリットル1000リットルのことを1キロリットル、これ漢字でもありますから、キロっていう漢字だから、もうキロメートルとかと同じ繊維単位、あの線で区切ってるの、あの銀行とかでも線のところでコンマみたいなのつけるんでしょ、あれ全部意味あるんですよ、メートルとかキロとかね、換算してるから、だから線のところで区切り打ってなかったら何でも線でそういうふうに基準作ってなかったら世界中で基準がバラバラになるから無理だから、それはそれで基準合わせてなかったら、で、ほんとついつい突っ込んでいくから、もう一回夜に雪降ったらもう終わり、朝なってほとんどの道は登ってくるまで途中までもう溶けてるから、もうそれで完全に油断しちゃうので、ある程度スピードもうけど別に交通違反のスピードじゃない、だけどもうそこのカーブでついつい突っ込んでいくから曲がりきれなくて、もうワンシーズンで10台以上突っ込む、崖落ちていってる、1年間じゃない、冬の間だから、正直冬の寒い期間なんかある程度しか限られてないから、暖冬の時は暖冬だし、誰か看板立てといた方がええんちゃうかって思うもん。でもそこにガードレールがないのなんかみんな不思議でしょ。正直どうでもええところにガードレールがあって、なんであんなに そのことを警察官の人たち知ってるでしょ。自分たち記録簡単に見れません、見れる状況を作ってなかったら無理ですよ、これ昔も僕言った、本当どこでたくさん事故発生してるかってちゃんと理由あるから、もう雪降った次の日もうだって登っていくまでもう溶けちゃってるもん、それ見ちゃってるから、一番上だけ雪残ってるアイスバーンになってて分からへんから次々突っ込んでいってる、今なんか落とせんかったって。いやもう来るときに、いや見ましたよって、落ちてるって。あの時僕ら110番とか119番しましたっけ？誰かしましたよね。ちょっともう、ちゃんともうその後も次々突っ込んでいってたから、もう警察官の人はずっといた方がいいって。もう旗打って本当にもう止めといた方がいいって、一回止めさせて状況を伝えて、あ次行ってくださいね、これした方がいい、もうあの辺も絶対凍ってるからって、もうゆっくり曲がってて、もう毎回冬来たらこれだけ覚えといてて、ここの道使って通勤するんだったらって、それ言っておいた方がいい、もうそれでも新しい世代が出てきて、どうせいずれの問題だから、あの場所、あもう話それすぎました、もう今日も遅い、もう21時25分、もう気にない、僕は向こうで動画の編集してるから、以上です、皆さん、ご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。あもういろんないろんもういろんな意味で世界への SOS、 もうフェイクニュースなんか作って遊んでる場合じゃないって、もうテレビ局の管理なんか一人でこんなにたくさんできへんから、もう早く合併させてください、本当に国際司法裁判所それこそ使ったえって、もう夜中と明け方の番組本当にいらんから、であとテレビ局、僕が言ってるテレビ局とあともう J リーグとかもう他もバスケットボールとかも全部そうや、もう早く合併せえって、みんなの金使って何自分たちだけ
スポーツで楽しんで生計立てようとしとんねんって。力仕事行けよ本当に。全然頑張って、土砂の河川の、河川の土砂のかき出し、スコップで重機使ったらほんとあかんって。それしてしまったら世界中の河川の土砂のかき出し、重機使ったらどうなるかわかるやろ。ガソリン1年間で何十万何百万リットル使うよ。無理やってそんなもん。何千万リットルかもしれん。多分そうだと思う。それで抑えられへんと思う。億かもしれん。多分そうやわ。兵庫県の河川だけであれだけあるもん。もう名称ある程度上げてるから。河川水門開始、あの、自然再生可能意義、んちゃ、YouTube 一覧表、自然再生可能意義、河川水門開始北松のところ。いろんな河川の名称上げてるから。そんなところまで全部、こんな仕事しながらお金ないのに、交通費も自分でじっぴり出さなきゃなのに、いけるわけない。最近なんかベルトが勝手にちぎれたもん。ほんと。もともと、ある程度、これね、ある程度古くなってるよ。ここの部分もこれぐらいだったから。ね、ちぎれるわけないじゃない。弾力線あるんだから。わかんないわかんない。なんでこんなことが起きたのか。その時のフィギュアスケートの試合、世界中の選手が、もう簡単なじゃん。もうみんなこけてんの。で、ね、パソコン、レノボ中国製、AC アダプター、こんなに重要なことずっと言ってるのに、充電できなくなって、もう今日、もう数日前にちゃんと発注かけて、で、銀行す、先週の水曜日に振り込みに行って、で、今日届いたの。サボってるわけじゃないから、誰か勘違いしない。ホームページは IKSKの利益に、ね、一番のところに何か掲載しなかったから、すぐ開けよ。晴れませんごつい。それはそいつらがあっち側って言われるやつらやね。何でもしていいと勘違いしてるから。ルール法律じゃないか、それ。違うよ。言ったじゃない。判例で、もう建てちゃダメよっていうことにやってるんだから。春山整骨院だけじゃないよ。住宅密集地でたくさん人が出入りするような建物建てちゃダメなの。判例であるから。もう言ったよ、聞いたよ。判例に染めたら即逮捕よ。これせなかった、しなかったら気にないから。で、どの誰から出してもらったんやんて。どうせ銀行やろって。人口統計ごまかして、年金ずっと銀行のみんなの預金として扱っていた？たくさんお金持ってた？は？そんなもん全部政府で回収や。テレビのニュースで何回もしとるわ。本物の判例なめんなよ、お前ら、本当に。淡井圭介が集まんなっつったら集まんなよ。年齢が上なだけで上になったわけないやろ。淡井圭介以上の結果出せない人間だけじゃ。おるわけないやろ、そんな人間。で、もこっちもそんなに上下関係、まあけど、まあ国会でも嘘はなしだから、本当にそれが嘘だったら、総理とかも取り締まられるから。各大臣もそう。でもそこは第三者の全員、淡井圭介。もうそんなもん、もう別にそんなもん、その、もうその言った、もう総理が言ってんだから、もうお前らが従えよって何のための選挙やねんって。なんで高尾春山整骨院ぐらい、もみ屋ぐらいで。はぁ、あ、お前ら週は株式会社行って1日10キロ売ってこいよ。絶対売られへんか今。お客さんぐらい読まれへん。今の値段で。買い手はおらへんから。無理やから。永遠に不可。無理。そんな値段再現するの永遠に不可。こっちは許さへんから。もうそんなもん、国連で話まとまってるから。OPEC、石油連盟で決めてる。違うよ。国連やで。当たり前やん、そんなもん。世界中の人たちに、人生に影響が出るんだから。ある程度値段上げとかだ無理だって。もうええねんから、それで。いつまでも河川水門開始北松園とか作らんかった方が悪い。でも政府である程度もう発表しよう。テレビのニュースでも流れた。来年4月ぐらいにはガソリンに対しての補助金なんかつかない。1リッター200円以上。当たり前。で、電気自動車についてまだはっきり言ってないけども、そんなもん補助金なんかつけへん。みんな電車バス等でほとんど通勤できんねんから。本当にいる人は聞かったらええねん。いや、もう役立てん、役立てん、本当に。羽生生物人という存在自体が。だ介護関係だけで5箇所以上あんねんぞ、一つの駅区間の間に。どうすんのよ、この事態。
介護だったら何でも金使ってちゃうよ。ベッドすら売ったらあかんよ。当たり前やん、そんなもん。ベッドなんか、なんでこんなところにベッドがいるねん。うちの父はいつの間にかベッド買わされとったよ。誰やねん。どこの業者が売ってん。自分から身引け言うたやろ。日本中の介護業界や。はよ摘発されよ。で、あと警察官がはよ摘発せえ。何仕事サボっとんねん。給料めちゃめちゃ高いやん。ボーナス出とんやろ。何のための賞やねん。賞与なんかないっていう話にせなあかんやん。賞やで。賞取るぐらい頑張らなあかんねんよ。ボーナスって。賞取るぐらい頑張ったの？粟井圭介を精神病院に入院させて、それでボーナス出てた。ふざけんなよ。全額返納や。今声が最後の、ちょっと悲しい声になってたけども、それそいつは無視するつもりやから。生粋の警察官だったら、潔くちゃんと返納しよう。すいません、間違えてたの、自分たちの方ですって。ちゃんとここには謝りに来よう。電話かけて。本名明かしますと。その俺ができんやつは人間ちゃうよ。もうそれこそ警察官させてたらダメよ。名前と住所、電話番号ちゃんと公開よ。はっきり言うよ。粟井圭介みたいに絡んでくる連中なんか現れへんよ。逆よ。みんなそんな警察官めちゃくちゃ怖がるから。もうここまでの話全部知ったら。むちゃくちゃやんって。何おんねんって。民間人の立場になって考えてみろよ。秋波株式会社警察官が370時間働かせたりしとってんぞ。それ殺すつもりやったんちゃうの？今考えたら。誰に言われたの？その警察官。誰からの指示なの？僕は嫌ですよって言ったよ。週5日の勤務でって言ったよ。いや、週5日でも多いっていう話になったよ。僕もそう思う。もう話、淡路花博2000年ね、働いた後の秋や。新人の年で働きに来た。その前の年とかに、秋波株式会社に六法全書とか持ち込んでるから、ウルツラパーク自体が、もうあんな花見るところなんか、冬場なんか仕事ないから、だからちょうどいいなって思ったの。で、よく考えたら子供の頃に、巡回販売の仕事とか、自分で考えてたんや、って。でももうあんなところの社長とかなるつもりない。無理やから。正社員雇用仕上げなかった人なんか残らへんもん。引き継ぎのようなんや。しょっちゅう新人なんか絶対無理やって。余計、本当は今、どういう一晩あたりの値段上がってるから、事業的には民間だから、それはもう、無理やん、そんな売り上げ上げんかったら。西神戸店なんかとんでも昔に閉店してるよ。クローズ、倒産やん。その店舗だけで見ると。当たり前やん、そんなの。ね、この間、明石市見に行った時に、秋波株式会社の回ってたタンクローリー、軽トラックに積んでるミニトラック。タンク、あれ、300リットル台だったと思う。もうええよ。大して変わらんよ。そこまで売れへんだったらもう手引いたらええ。もう売れへんところも売らんかったらええから。僕ね、北神戸店で2005年から6年か、6年から7年にかけての冬でね、まあ働いてたんですけども、再び3期目、4期目戻った時に、すぐに北神戸店のふもとにある青葉台っていう名所のコースを回ってたんです。まあ、実際はその青葉台だけじゃなくて、松ヶ江町とか君影町とか、山田町のあたりだとか、まあそういうふうなところをね、回ってたんですけども、1.8キロ車。それ、3回給油、4回給油。で、7.2、年末。できるから。それ、もう、正直、その時の店長とかに電話かけて、もう8時過ぎですけども、終わっていいでしょうって。年末だけども。もう7.2売りましたけども。もう10キロ売ってきた人間だってできるから、もっと離れたところで。1万リットル。それ、もう西宮内地は送りをもらってたけども、そこは遠すぎる。往復で2時間ぐらいかかるから、灯油の積み込みと。休憩時間なんか、あの仕事本当はなかったから。灯油積み込んでる時に、タンクローリーの上で、外よ、完全に。飯食ってるから。それが僕らの休憩時間。
あの仕事。だから普通の人がみんな常軌を逸してる世界。本当にむちゃくちゃかも。その人も、その店長の人も、後で警察官になったのか、もともと警察官だったかもしれん。もう無理やわ、そんなの。何させられたと思います、雪降った時。それでも巡回。君影町か松ヶ谷町の方、あそこ坂、下って上がっては下って上がってを繰り返すんですけども、もう売ってこいって言われて、もう こんなんどうすんですって、どう俺らも生かされたとか言われて、でどういやいやこれ本当大間違いな話、どうやってこれ下りのとこ行ったんです、はっきり言いますよって、もうさっきタンクローリー灯油給油中に下あじゃあ坂を勝手に下ってきたって、滑ってるから下雪アイスバーン完全に 1.8 キロ車だったから、もう最初からロングホースだったから、それを下に引いて止まってるの、窓目それをホースで行っただけ、全部本当で、その北神戸店あんまりこれみんなに言わんといてなって、店長一応灯油買う人の家の前の雪は雪かきしといてくださいって一応言ってたらしいって、でそこめがけて滑っていって止まるって、そこだけ雪がなくなってるところはさすがに止まるからって、それで僕ずーっとジグザグ坂下って登って、すぐやめたくなった、もうこれ遅かれ早かれやわって。で、これお客さんに文句言うわけじゃないですけども、もう自分たちで、もう一軒家買った人たちだから、世の中のことまだ分かってる方だから、僕より分かってる人なんかまずいないから、この辺、ほとんど。あのね、そこまでさせられてる従業員見たら、会社を訴えてあげてください。で、秀和株式会社、昔から警察官が店長とかで入ってるから、もう世の中絶対おかしいって。こう、道路交通法とか取り締まる人間が何させんのって。無理やって、こんな世の中。みんなが考えてる以上に、この世の中むちゃくちゃ。もうどこから書いたらいいかわからない。もうこういう話を大ピラにできる人間いっぱい世の中いなきゃ無理。もうそうじゃなかったら、その仕事を、地域を巡回させんかったらいいっていう、その、そもそも会社に北神戸店になぜチェーンがないんだっていう話になるから。ね、普通チェーン用意するでしょ。もうスパイクタイヤでもいい。四輪駆動も。あるある。あの、イエローハットで、ランドクルーザーとか、まあ、昔の言うパジェロとか、ああいうサイズとかの、その、着脱がすごく、簡単にできる、いいのは一時期、まあ、今でも売ってるかもしれないけども、僕も車に乗ってる時に、自分の車用は買いました。自分のものだから。だから、どこまでピンアンした気がするの？会社が買うもんやで。って買うものね。社長の矢野さんまで警察官してました。片谷さんも。無理やわ、こんな世の中。やばい、無理や。もうコンピューターの件もそうやけど、いろんなところで無理が発生して、まあ、あほな人間警察官になったらあかんって。警察官が責任を持ってそこの仕事と、止めるか、ちゃんとチェーン用意するか、もうどちらかや、選択肢は。いくらなんでもそれは絶対できるはずよ。で、ちゃんと利益が出るように、もともと僕言ってた。だって、2000年から2001年、2001年から2002年にかけて、ね、北神戸店で働いていた人だったら、わかると思いますけども、その当時。ね、吉井さんが唐戸台回ってたでしょ？唐戸台と唐戸町の、まあ、六甲駅の近くのところまでね、ちょっと手前のあの集合住宅50棟ぐらいあるところまで。あれで、あの当時で14キロぐらい年末とか売ってたんですから。普通の日で
10キロ超えが普通だったんですから、あの人の世界なのに、灯油の値段が上がってから木曜日と日曜日に分散しよって、せっかく稼いできた労働力をね、もう人間の限界値ギリギリいっぱいまで引き上げてきて、引き上げてというかもう酷使されてる状態ですよね。でそれで積み上げてきた純利益、なんでその後の木曜日僕は木日で回らされてるんですって、もう年末最大でもうね、あの灯油の値段もその当時で1500円ぐらいかな、あと1290円とか一時期的に下がった時期とかありましたけど1490円とか、もう絶対お客さん減る、目に見えてるじゃないですか、もともとの値段790円とかと850円とかと比べたら、感覚的に、あ、高いなって思っちゃうから、電気使ったらどうせ高いんですけども、もう値段設定できてるから、ちゃんとその辺は、国が行政が、分かってるから。もう年末でもね、5000ちょっと、そんな日曜日だけでいいじゃないって。もうその頃自体でその別のコースとか巡回するときに三田市のつつじが丘北と南、もうマックスは 2.8 と 2.8 ぐらい、はあ、こんなもん仕事になるわけないじゃないですかって、